どうも、しげしげです。本日は究極しげしげで伝説の大地天元の黒竜、まあ天元ですね、やっていきたいと思います。パーティーを見ていきましょう。まず究極しげしげですが、暖房アシストしております。でサブの超転生ら超覚醒を暖房にして暖房アシストしております。でもう一体のサブ超転生ら暖房アシストしております。超覚醒も暖房です。でもう一体超転生ら超覚醒が暖房で暖房アシストしております。でもう一体最後、超転生ら超覚醒が暖房で暖房アシストしております。でフレンドのしげしげなんですけれども暖房アシストしております。ということでパーティー全体でダンジョンボーナスを10個搭載した編成になっておりまして、さらにここに覚醒バッジで経験値バッジを採用しております。まずはこれでどれくらい稼げるのか挑戦していきましょう。まあ立ち回りってほどのものでもないんですけど立ち回りも紹介していきます。まずバトル1究極しげしげを撃って倒していきます。でバトル2超転生ラーを撃って倒していきます。でバトル3超転生ラーを撃って倒していきます。でバトル4超転生ラーを撃って倒していきます。はい。で最後ボスバトルですね。まあここで結構木が偏っちゃったら大変なんですけど基本的には2コンボあれば抜けます。一番理想的なのがまあこういう感じで 5-3-3 なんか組めば確実に抜けるし 5-3 の2コンボでも抜けるしっていう感じで、まあ、5-3が組めない3-3の状況であればラーを打ってあげれば両端が抜けるのでその分火力がね真ん中に集中するので抜けるしっていう感じになっております。で、今日の時点なんですけどあと18日の間ですねランク経験値6倍入るのでかなり美味しいです。正直まあただねスタミナ99なんであっという間にスタミナは持ってかれちゃうところはあるんですけど、まあこう片手間にね通勤通学で手が暇な時とかねやる分にはかなりいいのかなって思います。で、はい、ここからですね、こんなパーティー組めないよっていう方がほとんどだと思います。こんなにね暖房の武器が現状クリスマスサレーネ水着ベロアサレーネベロアの4体しかいないので、なかなかしんどいと思います。入手難易度は高いと思います。なのでまあそんなに無理せずね詰めるだけ詰めればいいと思います。マックス10かな、どうなんだろう、これマックスかな。まあおそらく理想的な編成は組めてると思うのでこれが最大なのかなって思いますけれども、まあ詰めるだけ詰むのがいいのかなと思います。でサブですね超転生ラーこんなに作れないよっていう方はですね、サムスピーコラボの徳川義虎とかがスキブ3でベースのスキルも4ターンと軽い上に覚醒スキル素でダンジョンボーナスを持っているのでそちらをおすすめします。あとはまあ同じくサムスピーコラボのリムルルとかねその辺の 2P カラー 2P カラーの方が素でダンジョンボーナスを持っていてスキブ3でリムルルに関しては最短2ターンということでねベースのスキルもかなり軽くなっております。まあそのあたりを使ってあげるのがいいのかなって思います。あとはあれか10兵衛か同じくサムスピの10兵衛とかも、固定ダメージ持ってるし、スキブ2個だけどダンジョンボーナス持ってるしっていう感じですかね。その辺をうまく積んであげて、まあ、道中固定で抜きながら、ボスで木を分割して倒すそんな感じかなと思います。もう一回いきましょう。まあもう一回も何もね立ち回り変わらないのでやることは一緒なので特にあれですけども、まあでも個人的にはね1枚暖房抜いてでもいいからこの回復を木に変換するスキルとか入れておくと、まあ偏りにも対応できるし最後週で多分済むと思うし、それ結構おすすめかなって思いますね。まあ正直ね9個も10個もね言うてそんな変わらないんですよ。はい、これがさっき言ったやつですね。全体攻撃を入れないタイプのやつ、両端を固定で抜いちゃえば真ん中に火力が集中するので普通に抜けますっていうやつです。でこれで獲得経験値が68万、で今1周どれくらいだろう、で今1周が38秒、その前が
46秒、まあ喋りながらやってるんでねあれですけども、42秒だったり、まあ早ければ35秒とかでいけるのかな。はい、まあそのあたりでね68万ぐらいの経験値が稼げるので、だいぶ、まあ、スタミナ効率を除けばだいぶ効率いいのかなと思います。できる方はぜひやってみてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。